前回の続きですね。前回ね、宮崎県内でですね、レンタカーを借りてですね、宮崎県内をぐるっと回ったんですけどね、次の日でですね、加納駅の近くのネットカフェで目覚めます。そしてですね、臨行するんですね、宮崎の駅からちょっと離れたところのね、加納というね、無人駅を利用していくっていう、そういう感じがたまらないですね。まずは都城駅の方に向かっていきます。まだ早朝、夜明け前でございます。とりあえず券売機で買える最大限のね、切符を買ったようでございます。1850円ですね。まあ途中精算しながら進みました。清田家、真っ暗ですね。なんか寂しいですよね。でも旅をしたいという情熱があると、こんなのも関係ないんですよね。東京の日常でこんな朝早くから起きることはないんですけどね。な、日豊本線でございますね。なんかね、こういうね、あ、これはね、ただ単に通過している回送電車でございます。やけに早く来たなと思ったら、そんなのがあるんですね。まあ九州全体的に走ってるような車両に乗ってですね、都城で乗り換えいたします。ここはまだ都城駅かもしれないですね。それかちょっと進んだあたりかもしれないですね。まだ空が暗いですね。だんだん空が赤くなって、高原町にやってきましたね。高原町と小林っていうところにね、行きたかったんですよね。でも時間がなくてね、乗ってきた電車から降りてまた乗るというよちつまリングをやってしまいます。小林でございます。時間がないのよ。時間とお金があればね、前日のレンタカーなんていうのもないんですけどね、自転車とかね、公共機関を使ってね、旅したいんですけどね。そして小林でございます。小林って読むかどうかもちょっと不安ですね。小林とかね、違う読み方かもしれない。この林とかね。まあセルフサービスで各自正しい読み方を調べてみてください。とりあえず小林ということで、こう林とかね。まあそんなこんなでね、